新井陸は日本の男子水球選手。2016年リオデジャネイロオリンピックに日本代表として出場。水中の格闘技とも呼ばれる競技において、競合国の選手の平均身長が 190cm を超える中、168cm と小柄な体格である。俊敏な動きを特徴として、ポイントゲッターの役割を担う。小学校低学年の時に、 水球を始める。きっかけは兄がやっていてこんな難しいスポーツがあるのかと思った。水中では足がつかない。ボールは片手でしか触れない。泳げないとダメ。反骨心もあって興味を持ったとインタビューに答えている。2016年リオデジャネイロオリンピックで32年ぶりに日本代表が出場した際のメンバーであったがグループステージで敗退。 水球大国ハンガリーの名門クラブハンブドに2017年まで所属。高校生の頃から桃色クローバー Z の熱狂的なファンであり、オリンピック出場後も変わらず、ライブに足を運んでいる。持ち歌に応援ソングが多いこともあり、彼女たちの歌とダンスを見ているとすごくパワーをもらえました。水球を頑張っていなかったら、桃黒のことも好きにならなかったと思うと述べている。 ありがとうございます。